長、おはようございます。はい、おはようございます。あの交通局の三重館ですけれども、はい、運輸振興の課長に加えて、その今里水線の延伸にも道を開くということになると、これかなり理念の部分まで妥協した形になると思うんですが、いや、あの今里水線はだから民営化後の会社の判断ですからね。ですから、まあ、それは交通局がいろいろ分析をして、経営的な判断の中で判断すればいいということですからね。まあ、凍結とかそういうことについても、これは民営化になれば、民間の合理的な判断に委ねるということになります。あの案を拝見しましたけど、専門家会議を作って、でその結果に新会社に損守義務を負わせるということになると思うので、やはりかなり縛る形になると思うんですが、ですからその案を作る段階で合理性が入ってくるんでしょうね。あのそこはしっかりと議論してもらいたいと思いますよ。あの今まではあの行政的な視点から行政がお金を全部それを丸かぶりしなければいけないという、そういう視点でね、完全凍結だったんですけれども、これはあの伊丹空港の問題と同じで、民営化になればそれも民間会社 その責任のもとに、ね、判断をしてもらうという、そういう構造になるということですね。だからあの今すぐ絶対に今ここでやりますって話じゃなくてですね、民営化っていうことはそういうことですよと、政治行政が交通事業体を抱え込んでる以上は、今里筋線は少なくとも僕の市長任期中にはこれは検討するなんてことはできないけれども、ただ民営化ということになれば、それは経済合理性の判断の中で、まあ、それはしっかりと判断してくださいということになりますね。ただ、まあ、あの建設凍結解除は平松さんが市長選の時に主張されて、で市長は絶対に建設しないと当選されたので、その部分を緩めるというのは公約違反にはなりません。市長としては建設市税を使って建設を進めるということはしませんのでね、これは民間会社 その判断のもとで、資金調達とかそういうことも全部民間会社の責任のもとに判断してくれればいいことですから、僕自身が今里筋線を推進していくということではないです。だからこれが民営化の、まあ、一つの大きな、これまでの公営企業とは違う、その民営化としてのこれはメリットというよりも、民営化のある意味本質部分ですよね。行政が旗を振って税金でそのリスクも負わない中でね、今里水線延伸するかどうかってこれは判断できません。だって僕らはリスクを負ってないわけですから、その代わり民間会社が民営化の下でリスクを負ってやる分にはね、それはリスクを負ってくださいよと。失敗すればもう公務員じゃないわけですから、ものすごいこれ、職員のその責任といいますか、そういうものも出てくるでしょうしね。その民間会社が自分たち その自由な経営判断で判断するってまさに民営化かと思うんですけれども、その検討委員会を作ってそこの結果をその尊重させるというのはちょっと縛りというのかな。まあ尊重ですから拘束にはなってないですよね。ですからそれは交通局が、まあ、今の段階で交通政策としていろいろこれ専門家との議論の中で、今の交通局が当然民営化すれば今の交通局が民営化会社の母体になるわけですから、そこはリスクを負った形でしっかりと議論してもらわなきゃいけないですね。今までのように倒産がないっていう、そういう前提とはこれ違うわけですから、それはこれまでの行政がやるような会議体とは全然違うと思いますよ。もう倒産出てくるわけです。失敗すれば今の交通局の職員解雇と整理解雇ということも当然ある中でね、判断会議で判断してもらうことになるわけですからね。だからそう甘い判断にはならないと思いますけれども、ただこれまでのようにも一切大阪市役所として、検討も何もしませんよと、そういう姿勢ではないということです。民営化の場合にはリスクを負ってもらう代わりに、まあ、やれることは権限は認めますよということですからね。完全に民間会社のフリーハンドではないというところは、これはもう議会への配慮でやむを得ずに出たということでしょうか。民間会社へのフリーハンドではない、その会議でもし例えば延伸すべきだと言ってつながれたら、それを尊重させるということであれば、それは完全な民営化の理念から出発するところがあると思うんですけれども、まあ、それはでも国鉄が JR になるときにもいろんなね、公としてのその役割からJR に対して求めていたことはあるわけですから、それはもともと税を使って、ここまで、
大阪市交通局っていうものが大きくなってきたわけですからね。完全民営化完全民営化といっても、これから新しい一からその民間 の, その出資で作る会社ではなくてね、税で作った会社でもあるっていうことを考えれば、その尊重させるっていうところはギリギリバランスの取れた方策だと思いますよ。これは高速ってことになると民営化とは相反するし、でも完全フリーハンドってことになれば、じゃあ今まで税を使ってきたその会社としての本質はどうなのってことになりますから、まあ、尊重っていうところはギリギリいい判断といいますか、ギリギリのところのいいバランスを取った方策だと思いますけどもね。運輸振興の活用も含めてね、まあ、不採算部門を残すスキームを温存するということになると思うんですが、ここまでして3分の2を取らないためには仕方がないと。いや、それはそうですよ。だって議決を得られなかったらできないわけです。それはもう二元代表制ということですから、僕だけの決定ではできないわけですからね。その党費については有権者の皆さんが選んだ議会の判断なわけですから、これは二元代表制のあるべき姿だと思いますよ。不採算部門を残すということになると民営化の理念とは全く逆方向になってしまう。いや、不採算部門を全部残すわけじゃないですからね。民間でできることは民間に、で民間でできないところは公がやりますよということはこれまで言ってきたわけですから、その公でやる役割をその運輸振興人になってもらうというだけですからね。なら問題ないです。完全に100% 全部市場原理に委ねるということはしませんということは言ってきたわけですから、一部そういう形で公でやる部分についてはしっかり残すというのは、これはもう当たり前の話です。全て 100% 市場原理に委ねるということではないですからね。今までは全部その公が担ってきた、その民間でできることも全部公が担って、市民の足の確保という、まあ、そういうスローガンのもとに全て公が担ってですね、それとんでもない非効率不効率な経営になっていたところを、まず民間でできることは民間に委ねて、それでもどうしても市場の原理に合わない採算が取れない部分、それでも市民の足を確保しなければいけない路線については、税をその部分については真正面からこれだけ入れますよということを見せる、その部分に運輸振興を活用するということです。国会の話ですが、参議院の川口由紀子環境委員長の国会委員会に石向会もよって提出され共同提出ということなんですが、海外、まあ、中国の要人との会談よりもやっぱ国内の委員会の方が大事なの。外交席に乗ってるんですかね、川口さんは。そこははっきりしないとダメですよ。やっぱり権限と責任ということははっきりさせなきゃいけないのでね、何でもかんでもその外交の名のもとに議会というものを全てすっぽかしてもいいというふうに言ってるわけではなくて、外交責任を負ってる人がしっかりと責任を果たすために国会に縛られないということは、これは当然だと思いますけどもね。川口さんは何か政府の全権委任とか一任を取り付けてるんですかね。それはないと思いますよ。議員外交、もしそんなこと許してしまったらね、国会なんか成り立ちませんよ。それはみんな国会議員、議員外交だ議員外交だって言うじゃないですか。あくまでもやっぱり外交はこれは憲法上政府の責任になってるわけですから、国会はこれ立法府であってね、外交責任を負ってないので、それは中国の要人と会うと言っても、その会う意味が分かんないじゃないですか。一議員が会うことと、やっぱり政府が日本を代表して会うこととね、政府の一員が日本を代表して会うことは全然違うんで、議員外交とね、それは内閣のその責任ある外交とは全く違いますよ。川口さんの外交はこれ責任あるんですかね。これはもうとんでもないです。それは区別しなきゃいけません。僕は首相が閣僚が最低でも100日は海外に行けるようなね、国会運営にすべきだというふうに言いましたけど、川口さんはこれ議員なわけですから、ちょっとそこは勘違いしてると思いますよ。外交責任を負ってるものが国会から離れる、それは僕はね当然だと思いますけどもね、そういう緊急事態に対してね。でも川口さんは今のところはそういう外交責任も外交権限も負ってるもんではないわけですから、それは急な予定だと言われてね、かえってその中国サイドの方のそんな予定にすぐ応じるなんていうことの方が、僕は外交上国益を害してますよ。これは中国のアポイントを取るのにね、今日本は必死になってしまってですよ。今回も環境大臣会合ですか、日中間の環境大臣会合でね、石原環境大臣がその中国サイドの方から、次回は今回もまた時間が来たんですか、次回は大臣が来るというようなメッセージを伝えられて喜んでいたと。こんな情けないことはダメですよ。なんで中国からのアポイントでね
みんな日本のその閣僚級の人たちがそれで喜ぶんですか。向こうがキャンセルしてるんだったらほっときゃいいじゃないですか。理由もないキャンセルなんですから、まあ、そんなところでね、いちいちあのアポイントが入るからといって尻尾振ってね喜ぶような姿なんて情けない、極めて情けないです。今の日本政府のねこの閣僚の人たちはね、それはいろいろ尖閣の問題とかそういうところでね、外交上熾烈なあのバトルを繰り広げてるんだったら、それは国と国を挙げてねしっかり主張をぶつけ合えばいいわけであってね、そんなの日本のアポイントを取れるからなんて言って中国のそんな、国を代表する要人がね喜んでる姿なんか見たことないですよ。情けないです今の日本政府は。そんな中国とのアポイントを取るぐらいでね喜んでるような、そんなのは情けないです。もう普通に外交としてねしっかりと粛々とやりゃいいんですよ。すいません、浅田政調会長が、コーストの住民投票に関してですね、市長選と知事選の出直し選をセットで行うということを示唆したという報道があるんですけど、いや示唆してないでしょ。それは何か政治的な日程をっていうところで勝手にメディアがそういうことを言ったんじゃないですか。そういう競争認識みたいなのは全くない。そんなのまだ先の話だし、何にもそんな今都構想の中身を詰めてる段階ですから、大体そんなことを質問してそういうことを議論すること自体がまだ早すぎるというかおかしい話だと思いますよ。